どうも、キチョです。お願いしまーす。今日はですね、検証動画になります。検証動画の内容はですね、カープ女子語、私普段、キチョが、まあ、ショートとかでね、まあ、カープ女子、まあ、カープ女子の反応みたいな、まあ、上げてると思うんですけど、カープ女子の反応だけで会話が成立するのかっていうね、会話が成立するのかという、そういう検証になります。私、貴重ですね。まあ、今、7畳ぐらいの家に2人で住んでます。男2人でね。まあ、別にそういうあれじゃないんですけども、普通に、まあ、女の子好きですよ、めっちゃ。はい。まあ、シンプルに、お金がないんで、まあ、男2人で、まあ、暮らしてるわけなんですけども、その同居人に対してね、まあ、すごーい。いいな、羨ましい。かわいそうの3つの単語のみでね、会話は成立するのか。なんか、っていう実験をしたいと思います。で、なんですけど、さすがにね、この3つだけじゃ無理なんで、まあ、相槌 OK。うんとか、ああ、そうなんだとか、相槌 OK で、相槌 OK と、あと、復唱するの OK。こうこうこうなんだよね。こうこうこうなんだって。復唱するのだけ OK。それ以外は、いいな、羨ましい。すごい。かわいそうの3つのみでね、会話をしていきたいと思います。これね、なんとなくいけそうな気がするんですけども。で、まあ、同居人もね、まあ、一応僕が TikTok やってることも知ってますし、まあ、ね、カープ女子がどういうキャラとかね、そういうこともね、カープ女子みたいな反応してんな、みたいな。まあ、突っ込まれたら、もうその時点で、この企画終了です。終わりです。ネタバラシします。はい。ね。ちょっと頑張ってね。これいけると思うんだよな、これ俺。いけると思うんだよな。だからちょっと、頑張って検証していきたいと思います。すごーい。カリスケ、その前にさ、ねえ、普通にさ、高校の時のさ、部活ってどんな感じだったか、ちょっと教えてほしいわ。バスケ部は野球部と違って、野球部ってさ、球場1個丸々借りるわけじゃん。バスケ部って、これダンバスあるあるなんだけど、ちょっと、コート半分なんだけど、その隣でバドミントン部やってるんだけど、可愛い子がいるときに、ちょっと格好つけたくなるというか、ちょっとアピールしたくなるというか。いや、いいなぁ、でも。羨ましいよ。すごい。俺の高校だけかもしれないけど、ダンバスとジュバスあるから、ハーフコートで、ハーフコートこっちがダンバス、こっちがジュバスみたいな感じで。やっぱそれも意識したいです。可愛い子が。羨ましい。いいな。すごい。すごい。いいな。マネージャーとかともめっちゃ距離近いかもしれない。いいなぁ。そうそう、羨ましい。すごい。広島カープの人だ。広島カープの。広島カープの女子の反応してる。ちょっと待って。バレた？早くね。バレた。ちょっと待って。マジか。バレた。3回目で分かった。何が？ 2 回目あたりで分かったわ。2回目あたり、会話の中で、うん、あ、ちょっと悔しい。マジか。一旦その2回目あたりでステイしたけど、一旦ちょっと行けると思ったけど。確信、ちょっと予感はしてたってこと。そう、3回目で。下手だった。いや、俺が知ってるからかも。記録多分2分ぐらいだぞ、今。今、ちょっと動画撮ってたの、今。あ、そうなの。普通の何の気ない会話で、相槌 OK で、はいはい、いいな、羨ましい。まあ、その五感は別に何でもいいよ。
で、A すごい、うん、で、A いいな、羨ましい、 A いいな、羨ましいは言ったか、 A かわいそうは言えなかったわ。ああの俺の、うん、俺の時点でその、うん、最初に A のそこでもうちょっと気づき始めちゃったなんかやってんなと思ったってこと。一回2回目の A は1回ステイしたけど、3回目でなんか確信についた。3つ言えなかった。もうちょっと何のけない、今俺から話振ったからさ、うん、下手すぎたか。ちょっとね、リアクションが大きすぎた。ああ、何あのスイッチ入ってた。あ、なんかね、スイッチ、なんかその舞台上のスイッチ入ってた。芸人スイッチ入ってたわこいつ裏で客前のテンションみたいな感じだった。こいつ裏でも動画撮ってるからみたいな。そう、なるほどね。うん、ということで失敗ということでね。さすがに、いやちょっと分かんない、俺がちょっとまた今度普通のさ、本当に何の気ない会話をしてる時に、うん、もうポンとしてやるわ。もうフローテンションで全然、うん、それでその時あの復唱するのだけ OK っていうのを決めてた。さすがに A いいな、羨ましいと、うん、A すごいと A かわいそうの3つだけだと相槌だけだったら無理だから、復唱は OK、うん、はいはい、っていう風にして、ちょっと次回お願いします。 いつになるかね、勝手に撮ります。僕が、俺が広島カープ女子好きなのかもしれない。そんなカープ女子にハマってんのね。カープ女子にハマってる、みんなカープ女子ハマってるから。これでもさ、マジでいけるよな多分。キャバクラ、本当のキャバ嬢とかがさ、うん、なんかおじさんの会話さ、すごい、かわいそうと、うん、いいな、羨ましいと、相槌と復唱するだけ。あ、いけると思う。いけるよな、うん、多分気持ちいいし、ちょっと向こう側の乗せる感じあるもんな。そうそうそう、悔しい、こんなバレるもんかね早くない俺もうちょい遊びたかったわ、クソ。じゃあ俺がシンプルに広島カープ女子が好きなのかもしれない。シンプルにね。そうそう、これが俺以外だったらわからん。うん、かわいそう。はい、ということで、今回の検証、まあ、失敗に終わりました。すぐバレちゃったね。バレちゃいましたね。バレちゃったんですけど、ちょっと俺がちょっと不自然にオーバーリアクションだったりとか、そういうのがあったんで、そういうのがあったのと、まあそのカープ女子、僕が演じてるカープ女子の存在を同居人が知ってた。これがね、ちょっと大きいと思います。大きかった。うん。これがかなり不利だったんで、ちょっとそれを知らない人間に、ちょっとこれ試したら、まあ、意外とね、もう5分ぐらい、別に何も思われず、会話できるんじゃないかなと思いました。なんか、ま、このチャンネル見て、まあ、多分ね、9割5分男性視聴者なんですけど、まあ、もう本当にね、カープ女子とか見てほしいんですけどね、本当は。なんですけど、まあ、その、キャバ嬢のね、もし仮にキャバ嬢の、何、視聴者さんの方いたら、これいけるんじゃないかなと思います、別に。なんか、すごい、いいな、羨ましいとか、かわいそうとか、ちょっとオーバーリアクションで。相手も話してて気持ちよくなるし、うん。ちょっとね、今後、もうちょっと検証していきたいと思います。なんとかね、バレずに5分とか、喋り切りたいと思います。ちょっとね、まあオフシーズンなんでね、こういう、まあ動画もありなんじゃないかなということで。はい。まあ時間だけはあるんでね、またこういう動画も撮っていきたいと思います。悔しかったっすね。バレるの早かったな。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。